行こうか。で、純慶はちょっとここで待機。出陣しよう。どう出るかな。利光の方に向かってきてんだよね。長宗我部と毛利がこうは、なるほど。謙信と同盟結びました。来てるね。これが1万か。待てよ。手を打とう。引き回してやろう。出陣しよう。引っ込んだね。5400になった。となると苦しいんじゃないか。この軍はどっから出てんだ。郡上8万か。郡上8万信玄取り継いでるの気持ち悪いな。手を打とう。ここに純慶移動してどこにでも行けるようにしよう。集結中になった。ということは手を打とう。こういうことじゃない。出陣しよう。悪いこと。これ誰だ。朝倉。お前朝倉。そうか。いやでも純慶とりあえずやっぱここ待機だな。出陣しよう。斎藤利光の隊が変な動きを見せよう。木曽福島を突っ構えを見せるとどうなるかな。出陣するぞ。ぐちゃぐちゃ。これでぐちゃぐちゃになりました。進めよう。待機する。でこれ本当にどうなってんだ。これ一応小畑9400とか今突っ込んできてんだよね、はい、ここで戦12000と9000か。もうちょっと有利なところで戦いたいなので、利光はなんとここで引き返します。となるとまあそうなるね。行き場を失うよね。で雄斎が8800。これ誰。真田行きたかって書いた。いやでも雄斎このままでいいな。5400か犬以上に突っ込んでくるから、これは兵力の上では優勢だね。利光がじゃあ再び、はい、いや待て、この軍の解散を待とう。おばつ隊の解散したので利光が岩村城に駆けつけます。でこれがこっち来る予想だったけど、まあ問題はない。で18000が岩村城に来るんで、純慶でもってまだ上限向こうだな。どこまで叩ける ?13000、13000か。18000の18000。上限こっちにないなぁ。準決勝だなぁ、問題は。待って、でも準決勝したらここ待機でいいんじゃない?ねえ。出陣しよう。そうすると、さあ、犬以上取り付き。方位で35日、いいですね。で、真田信忠5400はまあ問題はない。斎藤利光が動きを変えて木曽福島に向かいます。そうするとまあ当然こうなるよね。で行こうか。まあ純慶ここに行きましょう。いざ参ろうか。さあどうだ。島津と通商結びます。報告いたします。いやでもこれ完全に戦の流れを手繰り寄せましたね。さっきの戦の勝利がね、何しろでかかった。この長篠。長篠か!そうか!そういうことか!やはり、武田の命運は長篠で決すると。いうことだったんだね。歴史は変えられねえ。なるほど。いや、これはでも参った。そういうことだったのか。これ今こそさ、北条上杉がさ、力を合わせて武田を攻めてくれたらさ、これ、武田終わるよね。いや、そうしてくんないかな。なんとか、こうしてくれないかな。東で。で、西は気がついたらものすごくおとなしくなってますね。相変わらず、長宗我部、毛利は応じないと。島津と同盟結びたいな。いや、しかし面白いことになったね。犬地を、まだ壊すんないか。ここ急いでほしいな。ここの、準決勝の解体。斎藤利光が、行くぞ。ここは一万、ああ、これが、そういうことか。じゃあ、飯田城を目指すとどうなるかな?これはどっから集まってんだい?随分でも内側から入ってるよね。木曽福島1体、上原2体。木曽福島が1体。じゃあ、飯田城ついてもしょうがないか。飯田城入ってなかったよね。入ってるわ。いくつ ?1300 は。そうか。まあ、でも、
いやーどうだろう。まあこのままでいいか。こうなってくると優斎の軍が厳しいか。9400。またバチバチに激突してっていう感じになるのかな。一徳祭が来るぞ。でもこれはあんまりね賢くないと思うので、ちょっと一度下がります。いざ参ろうか。でそうなるとそうなるよね。だったら斎藤利光が木曽福島を伺う。進め。で優斎は再び乾城へ進むのだ。はい、ぐちゃぐちゃになりましたね。方位で34日。でだ、ぐちゃぐちゃになったぞ。これいくつ。15000。上限狭いんじゃなかったっけ。そうだ、12000同士だね。待て、今悪いのが見えたな。ここに集まってなくない。まだ集まってんのこれ。何にも集まってないよね。だその間にこれ崩せないかな。でここの準決勝なくなりましたね。だったらば行こうか。松倉を捕まえをまずは見せます。そうすると多分信玄はまず信玄が散ると思う。信玄の居城だから松倉が触りは勝ちになるからね。そうだよね、当然そうなるよね。だったら犬千代が郡上八幡に攻め入ります。星名直政14000。優斎二股まで引き返す。もしもぶつかっちゃうようだったら、いやそうなるか。斎藤利光じゃあやはり木曽福島に向かわせます。そうすると星名隊は混乱するよね。細川藤孝が多分犬以上に向かうと再びこっちに目がくると思う。そうなるね。で一徳祭になったね。しっちゃかめっちゃか。進むのだ。ほら壊れた、軍が壊れたぞ。岩村城行きましょう。で藤孝は再び犬以上へ進むのだ。さあどう出る。基礎福島、これをもうひたすらにこれを繰り返します。でだ、これ松から包み込むのは絶対にいいよな。これ郡上八幡は落ちましたね。で斎藤利光の働き次第なのよ、こっから先は。岩村城を落とすにはね、これを何しろだからこういうふうにやってもう徹底的に振り回しまくって何かが解散した。郡上八幡から軍が消えましたね。一徳祭が来るので岩村に兵を向け解散させます。で即座に木曽福島へ向かいます。わあどうだこの軍略。もう一徳祭が来るならば斎藤利光が岩村へ向かう。そうすると解散する。松倉取り付けましたね。少しずつ少しずつ時間経ってるんですよ。包囲します。すごく押してる。ものすごく押し気味。今引き寄せたよね、完全に引き寄せたよね流れを。いやこういう戦こそがね楽しいんですよ、この信長の野望大使は。では再び続けていきましょうか。さあ武田どうする。ほら流れ変わったぞ。郡上八幡取り付けだね。方位でいいんじゃないかな。強行41の方位49って言ったら方位だよね。で、なんか来てんだよね。そう。何か来てんのよ。星名の対15000か。これでも、これはね、斎藤利光と優斎でもってね、全然対処できる。続けます。これ今、こっち来られたらマジで参った。それはね、本当に困ったっていうしかなかった、今。飯田城がね、狙い目なんですよ。参る。つまりはこれ。我に続け。さあ、あ、ほう、そう来たか。そう来ましたか。やるなあ、さすが武田。さすがとしか言いようがないわ、これは。出陣するぞ。この動きはね、予想の外にあった。いや、見事。いや、いや、見事、これは。だったら、純慶。高原諏訪に行きますか。出陣しよう。これね、敵地で動いてるのが厄介なのよ。引く手段が解散しかないじゃないですか。それがね、まあ、難しいところなんですよね、すごく。
あ、これ追いつかれるな、順慶。行こうか。だったら、戦場上限いいとこで戦いたい。1万5000でしょ？1万5000の武田優勢か。行こうか。ここでぶつかれないね。いやー、参ったな。そうかそうか。引けないかな。飽きちゃってるね。ぶつかりたくはないのよ。戦はね、正直避けたい。だが、手を打とう。あれ、これここにいるよね、今ね。あ、ここに来れた。よし。じゃ、ちょっとここに留まろう。待機せよ。犬飛城が落ちました。勇者お見事。負けられぬのでな。この勝利でかいぞ。そうすると勇才が自由に動けるんですよ。飯田城にまずは向かいます。斎藤利光がやっぱり木曽福島を突こうとする。進め。そうすると一徳斎がね、嫌がるんじゃないかな、すごく。うん、そうだよね、一徳斎が嫌がるよね。そしたら純慶が高原諏訪に動ける。進むのだ。この軍をね、今度はね、なんとかしたい。だとしたら、あ、しまった。ソマヤマ使いたかったな。じゃあさ、犬千代がさ、帰り雲城に突撃をかけるつのはどう？これまた変わると思うよ、動き。解散したね。ならば、いや、ここは純慶高原諏訪に向かうべきのような気がする。この上杉寮が使えるからね。で、斎藤利光。まい。岩村に行こう。出陣するぞ。出てんのよ、これ、岩村からの軍が。どういうことなんだろう。これでも向かってくる要素になってんな。信玄が集結中ですけど、そしたら松倉をつきますけどね。出陣しよう。でだぐっちゃぐちゃ。雄斎が行こうか。そうなるか。だったらここ、まあここまでは飯田城つく構えでいいか。おお、むちゃくちゃだ。純慶がここでストップ。眼前で岩村城に取り付いた。ただ当然来てるよね。うわっ。ただし油断はしてはならない。この軍か、この軍か。太田正景、参る。これが多分邪魔してんな。出陣するぞ。でしょ、大玉さがけこれで突っ込むのをやめるよね。そうだよね。これ違う軍が突っ込んでくるようになるよね。で、純慶が、ここで信玄坊主と戦になってるね。ただし、上限の上ではこちらが有利。ということは、これは戦をすべき。で、ここの兵が散りましたね。勝頼がこっちが集まってるけど、それは犬千代が、こう攻める。出陣するぞ。で、どうなるかな。信玄がいなくなったぞ。手を打とう。信玄いなかったね。でだよ。これさ、純慶さ、手を打とう。こうじゃないか。進むのだ。これ多分この軍がまたおかしなことになるでしょう。それが狙いです。これは郡上八幡の遠兵に来てるんだね、犬千代の。なるほど。まあ、ひとまずは継続発展させ。では、参りましょう。武田との激戦。雄斎がね、これ、動き変えるべきなのよ。ここまで来ちゃうとぶつかっちゃうんで、雄斎は、直前で、ストップ。進むのだ。そうすると、大玉坂家の軍が行き場をなくすんで、戸石城か。岩村から来てるね。岩村城に、取り付けます。待機せよ。で、こうなるね。で、やっぱり強行15日早いね。モグラ攻め、モグラ攻めするほど時間ないような気がするんだよな。まあ、金はあるからね。別にいいでしょう。で、まあ、向かってきてるよね。これ、そうだよね。当然、この軍が向かってくるよね。そしたら、純慶は、これ何がどうなってんだ。わかりにく。純慶このまま高原諏訪でもいいような気がするけど、犬千代の軍は動きを変えるべきだな。
帰り雲城に行きましょう。5800か。狭いね。これやばいね、大友貞吉の軍ね。行くぞ。上限がちっちゃい、これ。13000で上限少しこっちなんだ。でもまあこの準決勝は破壊していきましょう。フリアの戦はね、できる限りフリアなくすべきですからね。行こうか。で、ユーサイね、高登場つく構え見せたいの。そうすると、この軍が少しおかしなことになるはずなんですよね。そう、高登場が変なことになるはず。あ、来ちゃったかな、これ。来ちゃったね。じゃあ、しょうがない、行きましょう。いや、向こうだな。なるほど、ちょっと小細工が多すぎたかな。いやいや、そんなことはない。そんなことは一切ない、これ。これは面白い戦になるぞ。っていうのは割れてるんですよ。で、対象部隊多分これと僕は予想する。ので、全軍突撃もね、ありだと思うよ。この戦ならば。ただし、さすがにそれはね、無謀が過ぎるので、こうで、もう一気加勢に、この軍に突っ込みます。でね、多分押せると思うんだよね。兵が割れてるんで。一応策をね。申し訳ないのに、この突っ込み。軍技力中途半端で待ってるから。では、これで行ってみますか。もうやることはただ一つ。全軍での突撃です。罠がありそうな気するんだよな。始めるぞ。行きましょう。堀井の効果で一気に行けるよね。ご命令ください。ご命令を覚悟せよ。まあ当然あるよね、罠はね。ただかかる軍が一体でよかった。覚悟せよ。始めよ。敵の居所な。さて、そうだよね。まあ五分と五分だよね。対象部隊どこだ。敵の居所なし。対象部隊これか。どこだ対象部隊。容赦せぬぞ。対象部隊がいない。まさか。どこへ行った対象部隊。こっちにもう一軍いたよね。卑怯者。見当たらないんだが、潜伏してるどっかに。おとり挑発か。かかってやろう、そこはもう、あえて。ご命令ください。のろし破壊しよう、まずは。いた知れておりますな。覚悟しろ。で、どうすっかな。このままでしょ。強撃校舎乗せよう。我らが力示すは今。よし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 。もうガンガン行くだけ。もう挑発で引かれてるんだったら引かれたまんまでいい。やりたい。前へ。もう徹底的にね、叩くだけですよ、対象部隊を。やりたい。前へ。奇襲か、気にしない。まあ、当然必死こいて追ってくるよね。でもそういうの気にしたら負けなんですよ。何しろ高坂隊を撃滅してこれを叩くのみですよ。攻め込め。采配か。大鳥長は解けた。向かおう。いけ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 。容赦せぬぞ。いいね、壊滅した。ただひたすらに目指すは敵将の首吸収します。騎馬隊が一体いるのがね、でかい。壊滅したか秀光隊が。しょうがな い, やりたい。敵は少ないよ、敵の対象部隊。不破隊も壊滅必死。気にしない。味方の犠牲には目もくれず、ただひたすらに行きましょう。すごいだってね、吸収をつなぎながら速度を上げていきましょう。ほら追いついたぞ。騎馬隊がいるからね、それがでかいよね。叩き始めた。いいねいいね。勝利は揺るがず。吸収。勝ちました。よし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 。この勝利はでかいぞ。味方の軍がすごく減っちゃったけど、でもこの勝利というものがね、でかい。すごく侮ったようだな。で、岩村城取れないかな、このまんま。片付けない。で、利光隊、我に続け。これはもうどうしようもないね。山形まさか来ちゃったらね。どうかな。戦力不足になったか。
まあ、とりあえず包囲だけして、もう嫌がらせの軍にしよう、これは。で、問題のこちらの軍です。これ、ユーサイの軍をさ、イアムラ城に向けない？進むのだ！あー、解散した。全解散した。へえ、面白。手を打とう。純系が、2万3000の2万か。純系対誰がいる？勝家、六角、光秀、久秀か。そうそうたる面々であるんだね。だぶつかっても問題はなさそうに見えるな、これ。この様子見ると。とりあえず、飛騨高山まで行きましょう。宇治八幡行くべきだ。入る！進め！ね、絶対行くべきだよね。なんだこの動きは。何がどうなってんだ。行こうか。こうでしょ。出陣しよう。で、これは22,000。待て、松倉城どうなった？出陣しよう。もういいのか、そんな油断して。松倉城返したね。で、高原諏訪も返しましたね。これは5,700くんのか。それは舐めすぎでは、さすがに命を相手に。1万。出陣する。朝倉の援軍か。なるほどね。再び高原諏訪に兵を向けよう。その間にユーサイが岩村城を囲んでほしいな。井口雄がなんと木曽福島を突く動きを見せます。そうすると当然崩れる。崩れるよね。島津同盟結びました。勝頼が集まりっぱなしっつうのがね、これ面白い。きっと勝頼解散しましたね。ならば井口雄は郡上八幡で、信玄が集まったんで、再びこの飛騨高山に向けます。そうするとこうなる。松倉に兵を向ける。雄斎が囲みましたね。ならば斎藤利光が木曽福島に向かいます。で、そうすると雄斎が囲む形になるんで、これなら強行で一気にいけるはず。いけないのか。なるほど。とりあえずじゃあモグラ攻めを行って、ほう、いやー、強行一応入れとくか。多分すぐに移動しないといけないと思いますけどね。そうだよね。12,500か。これでも引き付けられるだけ引き付けないな。そしたら、この隊松倉に来そうだね。さあ、山名から遠平が帰ってきました。山名は結局なんか戦果を残したんかな。どうなんだろう。何の戦果も得られませんでしたというやつですね。山名、本当にだらしねえな。これ、朝倉とさ、甲は切れてね、もしかして。まだ切れてないか。これ、もう一体、まあ、兵糧に余裕があるんでね、動かしたいな。動かせるもんなら動かしたいぞ。黒田官兵衛、13,000が動く。いいんじゃないか。15,000になったね。じゃあ、黒田官兵衛15,000で、行きましょう。進め。では、進めます。犬地をこうなるとね、帰り雲城とかどうかな。進め。なんか変なことなってんぞ。なんだこれは。犬地を高原諏訪に向かってみようか。あ、ぶつかる予想だな。行くぜ。だったら郡上八幡のままでいいや。うわー、むちゃくちゃになったし。なんか蜂の巣をついたような騒ぎになった。斎藤利光がね、どうなるかっていうのがまたちょっと難しいんですよね。なんか岩村の戦いとかわけわかんない戦いが発生してるんだけど。いや、ちょっと待って。準決勝壊しちゃおう。そしたらこの、なんだこれは、5,500。でも、雄斎に向かってくるってことだよね、これね。そういうことだよね。雄斎に向かってくる予想。飯田城が。それは、あ、11,000に膨らんでるな。なるほど、なるほど。だったら、斎藤利光は、飯田城を捕まえて見せると、また少し流れは変わるんじゃないか？あ！どこだこれ？松倉行っちゃったか、もしかして。いや、違う！飛騨高山だ！よし！上限こっちにある。これはね、いやー、部隊数少な！なるほどね。これは、これは包囲殲滅ですね。受け止めながら。
基本的には待機で罠引っ掛けからの方位殲滅でいきましょう。それでは参ります。行こうか。ドラの範囲ここでしょ。意外と狭いよねドラって。覚悟せよ、始めるぞ。光秀だ、キリンだ、キリン。光秀がこうでしょ。長政もなんかで、ね、青銅だって。これ知らないな。先方ゲージ消費量下がるの、へえ面白。ランスの共有、鬼柴田4300、やっぱ多いね。いいね、奇襲が入った。まあ言うてランスの共有ぶちかませば攻撃負荷になるんだよ。攻撃負荷はダメだよね。これが信玄坊主か。どうしようかな、取りで強襲かけるか。やっぱり数を頼んで突っ込んできたか。罠にはかからないと。攻撃も辞さずか、すごいね。すごい戦い方するな。まあ、じゃあ柔らかく柔らかく戦いましょう。始めよう。こいつらみんな回避ついたの。いや回避ついてないな。罠かかるはずなんだよな。そしたら始めます。何なんだろう。柔らかかかった。そこでかかんの、負荷かいてるんで。そうなんだ。信玄だけを叩くか。じゃあご命令を。競技入ったね信玄に。やりたい前へ。いやー逃げてるな、なかなかしぶとく。これ挑発技能あったら面白いんだけどね。そこにうずび、ただうずび気にせずここは砦突っ込ませましょう。本陣切り込み、なるほど。どこだこれか。やばいな、本陣すぐ隣にいるな。だったら久秀をかからせて純慶を下がらせる、で光秀を突っ込ませよう。始めるぞ。なるほどね。いやさすが戦の上手だわ。強撃入ってる、強撃はがっつり入ってるから、まあ恐るるに足らずだと思うんだよね。ドラも鳴ってるしさ、まあ気をつけなきゃいけないかなぐらいだね。本陣強襲だから、まあ、あとはこっちの軍でもって鉄砲をかけ追いかけながら、まずはこの隊を殲滅させてしまおう。改装したね。だったら反撃に移ろう。信玄また引いたね。キツツキの策かなこれは。やりたい、これで挟めるねきっとね。始めよう。嬉しいね。この壊滅はでかいよ。ご命令を、ね、覚悟せよ。じゃあ再び追いかけましょう。この隊はまた包囲殲滅できそうですね。できないの、動きが早い、なかなか。ただ十分に兵を減らしたので一度完全に引きます。体勢をねしっかりと立て直したい今は。我が命に従え。まあ戦は流れは完全にこっち来てるよね。かかれ。やっぱりね多いんですよ一体一体が。前へ。なんでまあそこはね気をつけなくちゃいけないよね。前へ。命令を。さあ再び入り込んできましたね。だったらこう、だったらこうで光秀は柔らかくいなします。純潔のように純慶のすぐそばに光秀がいるの大丈夫かな。いきなり裏切ったりしないの大丈夫だね。そして久秀がねここにいるけど、まあそこはね仲間さが抑えてくれるはずです。競技入るね当然ね。柔らかく柔らかく捨て構え。ただ壊滅するんじゃない階層は。そうだね、防御が1になってるね。押し込め。これはだから一気に持っていけるねこのまんま。で信玄坊主も狂気が入り始める。覚悟しておけ。まだ攻撃なんか。よし壊滅まで持っていけたね。ならば再び定位置に戻りましょう。始めるぞ。覚悟しておけ。これ信玄完全包囲できないか。できそうだよね。だから上手突っ込ましてこうでしょ。でこの体で持ってこう塞げばどうしようもないんじゃないかこれ。やりたい。早っ逃げ足早っ。覚悟せよ。また来るな。グーッと押してくるね。次の方だ完全に。やりたい。長政が引っ張られた。こうやりたい。いいね。で来ましたね。来たならばこう
なんかさっきから同じような戦い方で包囲殲滅してるね。やりたい前へ。ねえ、始めよう。もうでもだいぶ数減らしたね、信玄も。やりたい前。乱世の共有攻撃負荷。もうどうしようもない、攻撃負荷ですからね。そりゃどうしようもありませんよ。これで殲滅しましたね。完全に殲滅したじゃない。始めよ。じゃあキリンでも入れますか。キリンジ、その首なんかパッとしないな。キリンジって戦法ゲージ消費量増加がね今一ついただけないよね。いやでも速度アップでかいな。逃げるにしかず、今ぞ攻め込め。これで全滅でしょ。松倉いけちゃうよねこれでね。勝頼が来そうな気もするな。勝頼来そうなんで勝頼をこう引っ張りたい。切らせてもらう。